どうも、岩蛇です。8月1日僕の誕生日でして、で次の日8月2日平日に仕事行ってきまして、僕現場仕事なんで、現場行った後に事務所に戻ってったら、あのハッピーバースデーの歌が聞こえてきて、ケーキ食べたいハッピーバースデーで、あ、ケーキがあるかなとワクワクしてたら、それを上回る観葉植物たちでした。めちゃくちゃ嬉しいです。一つ目は窓カズラ、これ里芋かって言って、セロームとかアロカシアアマゾニカとかクワズイモとか全部里芋科の仲間です。あ、モンステラもそうですね。モンステラ、このカーペット全部モンステラね。でモンステラ族、モンステラ族の仲間、葉っぱ似てますよね。変わった葉っぱが多いです、里芋科は。変な形の、あと変な柄とか、あと大きかったりとか。里芋科は面白いですよ、おすすめです。丈夫色し。でこれガジュマルパンダ、これめちゃくちゃレアです。実はこのパンダっていうのはね、園芸が流行りだした1972年、園芸が流行りだしたんですけど、ちょうどその頃に上野動物園にパンダが来たんですよ。ランランカンカン、みんな知ってると思うんですけども、そのランランカンカンにあやかろうとして観葉植物にパンダをつけてやろうって選ばれたのがこのガジュマルパンダ、ガジュマルちゃん、この丸い葉っぱのね品種。これ突然変異で丸くなって可愛くなったやつにパンダってつけようっていうね、ちょっと珍しい品種のガジュマルパンダです。ガジュマルって実はゴムの木の仲間で、これフィカスベリーズとかベンジャミンバロックとか、あとルビギノーサ、ちょっと遊びに行く、ルビギノーサとかね、フィカスルビギノーサとかね、ゴムの木の仲間なんです。実は超レアでなかなか出回らない品種、一回だけお店で見たんですけど、ちょっとでかくて高額で買えませんでした、さすがに。それぐらいおすすめです。ただちょっと高いですで、これコニファーちゃん、これ昔ブルーエンジェル木植えましたとか言って動画上げたやつの仲間です。これ年中枯れない緑の葉っぱです。冬でも全然緑で耐えてくれます。クリスマスツリーのモデルですね。これ丈夫いのでぜひ皆さんも買ってみてください。あとはサボテンですね。社長の奥さんが観葉植物大好きで、よくお話で盛り上がるんですけども、サボテンやってみたらっていうことで買ってもらいました。それとこれですね。うわー、初めて見ます、こんなの。すごいですよね。ちょっと勉強しがてら育てていきたいと思います。あとこれも初めてです、エアープランツ。すごいですね。大事に育てたいと思います。皆様ありがとうございます。さすがに今回の誕生日プレゼントにヘビはいなかったですけど、11年前は実はこの子誕生日プレゼントで買ってもらいました、今の嫁さんに。ただこれはめちゃくちゃ嬉しいですね。これリサーチをかけてもらっていて、事務所にいる女性の方、先輩なんですけども、後輩に、今一緒に現場行ってる後輩に、どんな植物が好きって聞いといてみたいなリサーチをかけてくれてて、びっくりしましたね。全然観葉植物に興味なさそうな後輩がいきなり、なんか欲しい観葉植物ないですかって。で、あ、ガジュマルパンダ欲しいんだけどね、なかなか出回ってなくてねっていう話していて、まさか誕生日プレゼントに届くとは、めちゃくちゃ嬉しいです。あとのこの2つは YouTube とか見て、僕が持ってなさそうな植物を
なんか選んで買ってくれたらしいです。いやすごいですね。でサボテンは新たな挑戦として持ってなかったでしょっていうことで、ちょっと勉強しがてら挑戦したいと思います。エアープランツとともに。皆様ありがとうございました。また投稿します。バイバーイ。バイバーイ。昨日餌食べたんでね、めちゃくちゃ太いです。腕より太いですね。じゃあおやすみなさーい。